ちが生息しているのはこのようなオーロラが見える北極周辺の海です。国でいうと大体ロシアやカナダのあたりです。北極周辺の海は冬になるとこのように海全体が氷で覆われてしまいます。その氷の上には映像のようにベルーガの天敵である北極熊が生息しています。ベルーガは私たち人間と同じ肺で呼吸をする生き物です。なので映像のように小さな氷の割れ目から時々息継ぎをしに上がってこなければなりません。そういった際に北極熊が移動していきます。その場所というのは水深
マンマムーンだ、マンマムーン、マンマムーン。
。